タケです。ダイキです。ショウモです。タケシです。今年もやります、スポーツテスト。イエーイ。本日は皆さんに握力測定と立ち幅跳び、上体反らし、垂直跳びの4種目で戦ってもらいます。で、1位の人が3ポイント、2位の人が2ポイント、3位の人が1ポイントの最下位は点数が入りません。で、最終的に点数が多かった人の勝ちになります。よろしいですか？はい、はい、それでは早速やっていきます。さあ行こう。最初の種目は握力測定。よー、ここから行きます。右、うわー、44.8。意外といくやん。すごい。144.8。44.8です。はい、じゃあ次、じゃあ右と左。左行きます。リセットしちゃっていい？リセットしよう。リセット。行きます。ふっ。左の方は。136.5。はい。ザコです。はい。なんかルーラー、待って。つけちゃダメなの？わかんないです。平均男性。45.9。 20歳から24歳、 45.9。 え、平均以下？平均以下です。大輝、平均以下です。平均以下です。いや、いいっすか？じゃあ好きな野菜叫びながら。好きな野菜いいよ。いや、正解。何の競技？何の155.8っす。あー、素晴らしい。だ、155.8。55.8 やん。え、大輝何歩だった？62ぐらい。次、レフティー行きます。大輝じゃ40。弱い。はい。筋肉がすごい。51.2。素晴らしい。はい、飛ばしますので。大輝じゃ、大輝。大輝じゃん。これが大輝ちゃん。行きます。41.9っす。本気でやった。いや、やったよ。マジで。それより弱い。ガチでやってきたかった。遊びじゃねえんだよ。遊びじゃねえんだよ。なんかやっちゃった。41.5。弱っ。え、ペケさん、ガチ。ガチ。ガチっすか？やった。飛ばしちゃってください。お、え、いったんだ。56.2。タケさん強い。確かに。タケなんだ。でも、タマキさんも強い。55.8。左に行きます。えっ、何歩何歩？53.6。うわぁ、力強い。チャンピオン。力強いです。1位が56.2のショーゴ。はい、ショーゴ。2位が55.8のタケ。はい、はい、はい。3位が44.8。最下位。俺最下位。嘘だ。41.8。最下位。左36。確かに。左が36。トータル俺の方が強いの関係ないから。そうだね。平均はそうか。いや。強い方強いのないから。はい、次の種目いきましょう。はい。2回目の種目は立ち幅跳び。じゃあ一番いきます。見てください。厳しくて、こっちだろ。50。2m50。2m50 です。いきます。3m いくよ。長いな。じゃあもう一回いきましょう。2m
いきます。ダイさん、めっちゃいくよ、めっちゃいくよ。そう言ってた前の方がいったの。誰か変わんないこと。メーター53、54。田脇さん、やばっ先輩に暗いかと思ったわ。いやおい、顔触んなお前、すぐ臭いね。いや計測計測の何やろ、何やろ、ここだ。30、そんな低いじゃないか。34、やだやだよ、サコやん、やだよやだよ、ビリーもう1、55、54、2、44、ビリー田田武志、はい、イエーイ。33センチ、そろそろ次は最後は垂直跳び、はい、はい、いきます。このラインからなんで、おお、投げたんすか。合ってんのこれ。48、48、はい、48センチ、いきます。うわ、いいね。無理やろ。いい、大丈夫。54センチ、本当に54センチ、次、玉木さん、玉木さん、あー素晴らしい。なるほどね、あー無理やん。第一歩でしょ。はい、でしょ。適当すぎ。中ぐらい。42センチ、42、42センチ、はい、玉木さん、玉木さん、すごい全然。そんなわけないよ。そんなわけないよ。もう一回、もう一回、もう一回。くっつかない。記録なし。いきます。あー、これ台超えたべ。これ50、今一番低いんだ。玉木さん、俺が42、やば。でも俺50ぐらい、大輝、50ぐらい、大輝何センチ。今一番低いの42、42ですか。何センチぐらい。39です。なんでだ、そんなわけないよ。よし、はい、お前より上行ってるよね。わけない。はい、順位発表。今の結果は54センチ竹、はい、48センチ台、3位が42センチ
勝負。お疲れでした。お疲れでした。4位。トータル4位。お前何位？何ですか？タケが1位ですね、トータル。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。2位が翔吾。はい、おめでとうございます。3位が大輝。4位が？高田君、4位で。高田氏。一人話になんなかったですね。ああ、大輝もうちょっとレベルの高い競争を楽しみにしてたんですけど、ガチさんに来たんでガチでやってたよ。納得いかないよ。厳選のある審査が出ちゃった。しょうがないっすね。しょうがない。そういう日もあります。そういうのコンディションで変わってくるんで。大会の人に来てください。何最近の人に来てください。どういうこと？お願いします。はい、ということで毎年やってる福島ファイヤーボンドスポーツテスト、結果は以下の通りになります。また来年会いましょう。じゃあねー。バイバーイ。